さんこんにちは、エスプラザ TV のナオミです。今回は462回目のエスプラザ TV です。早速選手末振り返りのビデオをご覧ください。そして選手のインタビューもまとめた動画をどうぞ。エスプラザ CU15 の16番の井手祐介です。全体的に攻めてて良かったです。ゴール前でキーパーと1対1だったので落ち着いてゴールできるようにしました。今のところ、4試合で4連勝できているので、このまま全勝で優勝もできたいと思います。バモス、エスペランサ。エスペランサの U15 50番井島浩司です。結構裏から攻めていて、つなげていたし良かったと思います。やってたことは、ニアにもボールが来ると思って突っ込んだってことです。あんま試合に出てないんですけど、出てなくてもいっぱい足で頑張ります。まあ、エスペランサ。エスペランサコーチの星野コーチから、皆さん大船の、スクールが1日増えるということなど、たくさんちょっと情報があるのでぜひご覧ください。どうぞ。エスペランササッカースクールからのお知らせです。4月より大船木曜日コースを新設します。4月の13日木曜日から始まります。16時20分から1年生から3年生、17時30分から19時までが4年生から6年生になってます。西友大船店の屋上のフットサルコートでやってます。一生懸命楽しく頑張れるスクールを目指してますので、皆さんよろしくお願いします。ぜひ遊びに来てください。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。Llámame después。 Llámame después っていうのは後で電話してという意味になります。まずは結構使えるフレーズだと思うのでぜひ覚えてください。今週末の予定です。今週末はユースのリーグ戦が開幕されます。皆さんぜひぜひ頑張ってくださいね。そしてその他にも U15B の試合、そして各カテゴリーの卒団式がありますね。さんよく3年間頑張りました。6年間もあるのかな。では皆さんぜひぜひ楽しい会にして最後の思い出を作ってください。そして次のステップに行ってもぜひエスプラのふさわしく輝いてください。今回のエスプラの TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。